岐阜県の川に来た。なんて川かわからない。鯉がいっぱいいて、で、奥の方にね、バスをやってた人がいたんだけど、ちょっとね、まあ、車が入りづらいかなということで、そこに門があってね、なんか、ちっちゃいメダカがいて、時たま小さな魚が来るんだ、単体で。で、岐阜県って、金平とかなんか、タナコがいるらしいんだよ。ほらほらほら、ちょっとサーターアンダーに投げてみた。あ、来た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 。来た来た。時たま来るんだね。すっごい激アサだからさ、ちょっと、ほらほら、やってみるよ。すごい。なんだ？なんだろう。はい、今日使う竿はね、これエビタナゴ180センチですね。これでちょっと短いんだけど、これで狙おうかなって思います。ちょっとね、何日か前のニンニク腐りかけのすごい容易にカモイし出してるやつに、ではね、多分秒で釣れるな。なんか落としたらもう遊んできてるね。あ、おいかわだ。え？線が入ってるね。おいかわでしょうね。水汲みバケツ持ってきてな。お水が汲めればね、この中に、どんどんケースの中に入れられるんだけど。川の水少ないもんな。あ、見えちゃったよ。はい、巨鯉接近。あ、帰ってった。あー、もう魚散っちゃうじゃん。うー、来た来た来た、やべ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 、ダメだー、お前たち来たらダメだー。うわ、また来た。ほら、はい、ちょんちょん当たるなーと思ったら、はい、岐阜のどっち、岐阜のタモロコ、口細。やった。よっけー！ほら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 。ほんと？とととととと、切れるライン切れるライン。こ一個だ。あ、切れちゃった。わー、来たか。なんだろう、こいかな、タモロコばっかり。
リス取ってかれた。マジか。おい。わあ。ぷっくりぷっくりした口細。落ちるな。勢いがすぎる。あ、危ない。とっとと。危ない。どういうことですか。暴れすぎ、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 暴れすぎ。ちょっと口細だと思いますけど、口細ですよね。お腹ぷっくりしてる。よいしょ、よし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 。川の群れ。口細ゾーンなんだよね今。あれ、うん、君もそう。よいしょ。君も口細や。何回やっても同じ魚種。岐阜で蚊に食われる。本当お腹がぷっくりしてます。良くなりましたね。まあ同じ教師だけど、ほんと釣れた。こいつも暴走。うん、やっぱり口細だ。こいつだ。最後にドラマとか起きねえかな。口細、岐阜まで来て口細じゃない。